憲法改悪絶対反対。憲法改悪絶対反対。憲法改悪絶対反対。反対。再稼働反対。再稼働反対。共謀罪は今すぐ廃案。共謀罪は今すぐ廃案。テロ対策と嘘つくな。テロ対策と嘘。そして私の地元の別府ではカメラが設置をされました。どうして私たちにはまだ憲法があります。70年間そのまま国民と共に生かし守ってきました。今しかし大事なことは憲法を変えることじゃなくて憲法を生かすことではないでしょうか。憲法を変えてはなりません。沖縄は返還され施政権のスピーチです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。社会民主党党首の目の憲法集会に参加をされました皆さんに法案成立阻止と憲法を生かす軍隊を覆っていて日本を戦争させない国になっている、そういう憲法になっているということについて広く定着をしている。私もその点には強く確信を持っている。今の安倍内閣はまた復活させようとして、要は軍国主義、中国だの北朝鮮という名目をつけて軍国主義にしようとしてるんじゃないかと、そういうことでそれで反対するんですね。日本は中国にもどうも戦争しましたよね、侵略してきましたよね。そういう歴史があって、いろんな人がいっぱい犠牲になって、日本人も外国人もたくさん死にましたよね。それから人の生活もみんなめちゃくちゃになっちゃった。そういう土台の上にできた平和憲法ですので、私たちはやっぱり守らなければいけないと思ってます。慣れない法務大臣もいますじゃないですか。この軍事的な圧力、武力による威嚇